ありがとうございました。なんで暗いんだろう。眠いよ、寝なよ。遊びに来てありがとうございます。ありがとうございました。公演久しぶり。それな、なんかさ最近フルーツ大福もらえるらしいみたいな。でも全然分かんなかったからさ、ちょっと見る前に始めちゃった。キミちゃんヤッホーヤッホー、久しぶりにやったショールーム。髪の毛ボサボサだけどいいんだよそんなの。明日までなの？え、もっと早くやればよかった。カメフレのサイリウムは黒どうするの？カメフレのあのグッズのサイリウムにあの9色入ってるんですけど、あの白があるのでそれですね。ピンを取りたい、痛い。代役じゃないよ、もう白って決めて、そう、そうしたんですよ。カメフレのライブはペンライト1本でいいのかな。うん、ペンライト1本でいいし、あのカメフレのねこの間グッズが出て、あのあれです、グッズがカメフレのサイリウムが出て、それに9色あるので持ってると便利かもしれない。そう、給食あるの。なんか曲によってとかさ、あの使う色が変わるかも。そうじゃん、アルバムが発売されましたね。そうなんですよ、皆さんありがとうございます。アルバム発売されました、3日前に。ここにグッズあるの置いてあるよ。ほら、これね、レアなやつももらいました。どっちも持ってる。この日メイク濃いんだよな、すっごい濃いメイクが。わー、ありがとうございます。これパフェみたいな、ありがとうございます。そう、どっちもね、あるキラキラもキラキラじゃないのも。なんかさ大変なんでしょ、あの大福もらうのって。クマタワータワー、これありがとうございます。誰誰だ、キラキラかわいいね、これすごいキラキラしてる。あれですね、アニメみたい、アニメみたいのやつです。あとねこれもあるよ、開けてない。でも開けてみます、今から。
かわいい。かわいいですね。これどうやって置くんだ？あ、どうやってやるんだこれ。なにこれ、なにこれ。ちょっとやり方が分かんなくて、立たない、立たないですね。なにこれ、なんでみんなできてたのこれ。こんなさ、前かがみじゃダメじゃんこれ。あ、できました。はい、鏡の前、上に置いた、できた。いいね、かわいいね。いいね、いいね。今回のグッズかっこいい、好きですね。かわいいよね。そう、アルバムも発売されて、みんな聞いてますか？昨日の中ちゃんの声入りました。生誕ね、影穴素晴らしかった。もう中ちゃんのさ、スピーチがちゃんとしすぎてるというか、ちゃんとしてて、なんか私たちも入ってこんなだったんだなって改めて感じました。中坂もこんな大人になったのかって思って感動しちゃったよ。桃田の仕切りもちゃんとしてて、うちらもうそんなまでもなったかみたいな感じ。トゥルース大好きマンです。トゥルースいいよね。聞いてるよ、今日も劇場行くまで聞いてた。ありがとう、劇場来てくれてありがとう。みんなトゥルースが好きなんだ。私は置いてけぼりが好きだな。置いてけぼりめっちゃ聞いちゃう、すごい好き。何が好き？ウィアーカメフレとか、トゥルース、100万リットル、置いてけぼり、たい焼き、ありがとうございます、嬉しい。アルバム買ってくれたのありがとうございます。私は置いてけぼりが好きかな。セリフ言えるようになった、まだですね、覚えなきゃ。でもこれはちょっとライブでもしかしてやるかもしれないから撮っときますね。ありがとう、たい焼き。ライブの時に買い増ししようかと。ありがとうございます。もうね、買ってほしいけど、みんな無理ない程度に、無理がない程度にね。でもね、生写真とか入ってるから楽しいよね。さっき引き取ってきた写真はひなのだった。缶バッジ買いたいの。缶バッジね、めっちゃいいよ、おすすめだよ。私のおすすめは缶バッジですね。いや、何があったっけ、他に何があったっけ。タオルとかも欲しいじゃん、 T シャツも欲しいじゃん。何があったっけ、忘れちゃった。今日の公演楽しかったです。しまえない、起こした。
今日の公演は女性無料招待公演だったんですけど、そうこんなあんな女の子いっぱいの劇場初めて見た。なんか初めて来てくださる方とか久しぶりの方が多かったっぽくって、なんかそれはそれですごい楽しかったですね。それはそれでというか、それがまたいつもと違って楽しかったですね。女性だけど県外なんていけなかった。またいつかやるかもしれないので来てください。最悪ガムテープが初見です。ありがとうございます。なんかガムテープをさ踏んだらさ床がベタベタになってた。久しぶりで嬉しかった。可愛かった。ありがとうございます。女性いいな。でもねなんかね、一昨日が昨日か、昨日は普通の公園でなんかそこ全然違ってどっちも好きだった。どっちもスコ、どっちもスコでした。私はまだブログを書いていないんだ。書かなければ。次はいつだろう公演。いつですか。私ゼップ、そうだね、ゼップもあるね。たい焼きありがとうございます。今日ねサイドポニーを しようか迷ってたんだけど、あげてる人が多かったからおろしました。めっちゃ最近ちょっと LINE の通知をさ今までずっとオフにしてたんだけど、ずっとなんか久しぶりにオンにしてみたら今えなちゃんから連絡が来てる。個人的にきみちゃん結んでた方が好きです。めっちゃ来る面白い。そう今日ね結ぼうと思って、だから今度公園出た時にむさどう思うんだろうね、どう思うんだろう。でもさ私もなんか昔とかコンサートとかライブとかは行ったことあるけど、大きい会場とかしか行ったことがないから、劇場公演に行ったことないからどうなんだろうね。近いじゃんすごい劇場公演って。近いからどうなんだろうね、どういう感じなんだろうね。わかんない。だから行ってみたいんだよね。近すぎてびっくりした。そうだよね、近いよね。だってもうさこんな近くでさアイドルをさ見ることってさめったにないじゃん。でも SKE は距離が近いからさ、48グループは距離が近いからどうなんだろう、全然わかんないですね。わかんない、もうなんかわかんないな。近いよね、こっち側でさ踊ったことしかないからさ自分は。びっくりだな、近いよな。こっちも近いってなるか、近いよね。テレビによく出てる人を 目の前にした時は本物だってなった。わーわかる。でも本物ってさいいよね。お見送りはさすがになかった。お見送りね。レッスンうまくなってください。そう、そういうこと言われるからレッスンもさうまくできないんだよ。いやレッスンね別にね全然できるよ。私はもうできるようになったんだよ。会いたかったかもしれない。会いたかったかもしれない。じゃあまた今度
会いに来てください。ヤッホーだって、初見の方がヤッホー。なんかさ、いつもさ、握手会とかで会ってる人とか会いに来てくれる人とか、なんかさ、すごい DM とか送ってくれる方とかいるんですけど、ねえ待って、本当に床ベタベタになっちゃった。なんか改めてさ、こうやってレスとかするとさ、なんか恥ずかしくないっていう恥ずかしくないっていう感じ。みんちゃん、ひじょうって可愛すぎて楽しみました。ね、嬉しい、可愛いって。可愛くないのにさ、可愛いって言ってくれるじゃん、嬉しい。そう、なんかさ、握手会とかやってるからすごい距離が近く感じるのかな。で、向こうのてかファンの方も近いと思ってるし、こっちも近いと思ってるからさ、恥ずかしいよね。けどなんかレスしてるのをわかんないですねなんかレスしてできるね、全然。はい、全然できますよ。じゃあ次、次の公演。恥ずかしいんですよね、わかるって。一回一回なってみ、SKE にわかんで、本当に。でもね、ちょっと自分のね、メイクが落ちなさすぎてね、今日は感動してしまった。今日改めて可愛いと思った、ありがとう、嬉しい。そう、今日ずっとね、上手が、とか今のポジションが上手が多いんですよね。そう、下手にほぼほぼ行くっちゃ行くけど、行かないんですけど、なんかだから上手にいる方とすごいね、目があったし、ね、多分私のこと初めて見る人が多かったと思うか、でいっぱい振っちゃった。確かに振りコピーしているのを見てると恥ずかしくない。ちょっと待って、これ見方が分かんない。ああ、見方が分かんない。あ、ハートいっぱい来てた、ありがとうございます、ありがとう。なんか流れてきた。待って、今日いつも以上に可愛さやばくない、ほんまですか、ありがとうございます。そう、ずっと神手にいんの私だからね、ぜひ上手に、私が出る時にもしも今日と同じポジションだったら上手が多いですね。そうだ、カメフレの8月30日のファイナルが発表されましたね。どうしよう、ブログ書いてないな、ちょっと待って、ブログ書いてもいいですか。いや待って、写真ないわ、どうしよう。写真がこの携帯に入ってるんだけど、こっちの携帯でもブログは書けるんだけど、写真がないっていうね。やめました。でもあとね、10分以内に、10分13分ぐらいで書かなきゃいけないんだよね。だから今自撮りしや、いやこれね、バリバリ画面、バリバリの携帯。だからあと少しでやめよ。2回目直してください。直しました直したよ。落としたら割れちゃったので直したよ。
落としたんですよね、コンクリートに。したらバリバリになっちゃったんですよね。そう、インスタライブでお待ちしています。インスタライブの方が好き？どっちが好き？なんか今まではさ、フィルムがバリバリだったんだけど、フィルムじゃないとこまで割れて、カメラのとこが割れちゃったから、もうね、変えました。お眠です、寝てください。今日大富豪した、当たりました。ブログとムアメを書いて、書けばよかった先に。またやろう。ねえ、大福いつまでだっけ。最近なんかあったかな、話すこといつも探しちゃう。まあ深夜に寝たって嬉しかった。そう、深夜にね、たまにやるんですよ。大福は明日まで。明日か了解です、了解です。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。たい焼き、大福明日だってみんな。ってことで、私はそろそろやめます。ハンバーグの話聞きたい。何ハンバーグの話って、なんだろう、わかんないっすね。久々に見に来たらめっちゃ可愛いやん。わ、ありがとう、ツイッターフォローしてありがとうございました。みんないつか必ず会いに行くから覚悟しとけ。待ってる、ありがとう何覚悟ってありがとう。バイバイみんな、昨日と今日はありがとうございました。そしてカメフレのアルバムもみんなゲットしてくれてありがとうございます。ありがとうみんな。今日公演行きました、ありがとう、ありがとうみんな。以上、赤堀きみえでした。バイバイ。あ、ちょっと待ってね、今何時。あ、まだブログ書ける。はい、したスクショ、イエーイ。みんなカミフレの曲聴いてね。もうブログ書かなきゃ、汗汗。バイバーイみんな、またね、ありがとう、バイバイ。